高校生ドラフト候補2024。高校生左腕。東海大相模高校、藤田龍生。日本人離れした体格から最速150キロを放つ長身左腕。ゲームメイク能力に長けており、ストレートだけでなくカーブや左打者へのチェンジアップも一級品。ヤクルト小川 GM は将来性があるとコメント。八戸学院光星高校、新井大弘。深めのテイクバックと柔らかい腕の振りから最速147キロを投げ込む左腕。青森大会では肘の痛みもあり本調子ではなかったが、元中日の達也氏を父に持つ野球センスは確かなもの。故障しにくい綺麗なフォームでカーブも魅力ですとスカウトも絶賛。北昇高校、高橋康介。最速148キロを誇る本格派左腕。北昇に一般入試で入学し、3年間で急成長を遂げた。右足を大きく内に踏み込み、独特な角度から打者を打ち取る。日本ハムの白井スカウトは、見てて楽しみがある投手とコメント。京都国際高校、中崎瑠唯。130キロ中盤の直球とスライダー、チェンジアップ、緩いカーブを駆使した緩急が持ち味の左腕。現 DeNA の森下に憧れて京都国際に入学し、森下からマウンドでの立ち振る舞いを教わった。巨人の水野スカウトは将来性を感じるとコメント。中京大中京高校、中井陽次郎。140キロ超えの直球とスライダー、チェンジアップとのコンビネーションで打者を封じる安定感が武器の左腕。手足が長くバランスの良い投げ方は各球団スカウトも注目。まだまだ伸びしろのある選手だ。帯広農業高校、渋谷純喜。柔らかい腕の振りから投げ込む最速143キロのまっすぐとスライダーを武器とする大型左腕。夏の大会では1安打22奪三振で完封し、北海道のドクター K との呼び声も高い。高2に左肘を手術したため実戦経験は少ないが、ポテンシャルは一級品。八戸工大一高、金渕幸輝。183センチから最速143キロのストレートを投げ、スライダーとのコンビネーションを武器とする左腕。夏の大会は思うようなピッチングができなかったが、高いポテンシャルを持っているのは確か。プロのスカウトも土台がしっかりしており、エンジンがでかく強さが魅力とコメント。大宮東高校、藤井大和。足を高く上げ、スリークォーターから最速144キロを投げる変速左腕。日通のドラフト候補の藤隼人を兄に持ち、兄弟ともにプロ入りを目指す。巨人の大場スカウトは独特のフォームで出どころが見えづらい。投げっぷりも良いと高評価。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。